皆さんこんにちは。制作企画研究所プロジェクトオリーブ株式会社トラユカの中島ゆかです。中島ゆかのそこまで言うかの時間がやってまいりました。今日はですね、自衛隊音楽祭りの第2弾っていう風に思っていたんですけれども、ちょっとその前にアナウンスをしたいことが、いくつかありますので、ご覧いただけたらと思っております。先週の金曜日に私がですね、尊敬するジャーナリストのお一人である、桜井よし子先生の桜ライブでですね、門田先生やそれから関栄先生とか出演されていたんですけど、そこに、一人のですね、香港の若い男性ウィリアム・リーさんという男性が出ていました。この桜ライブをですね、見ていらっしゃる皆さんっていうのはきっとかなりの心を打たれたのではないかなと思っていますが、彼は今日本にいて日本の企業で、仕事をされているんですけれども、日本語もねかなり堪能ですが、前回ですね、香港でデモに参加して、一回逮捕されています。その時もですね、門田先生おっしゃってましたけど、本当にどっちかのですね、方をそのまんまこう地べたにこう、引きずられて、結構な負傷をしたということでしたが、まだね、方の方もこう腫れてるような状況だという中で、今、日本にいらっしゃいますけど、再度出頭せよという命令がなんか出てるそうです。で、桜ライブでね、顔も出して名前も公表するとですね、非常に厳しい立場に、再度出頭した時になるということを彼は当然覚悟していますけれども、やはり彼が放った言葉の一つに、やっぱり自分たちの香港という国は自分たちで守るという言葉をね聞いた時に、やっぱ泣きましたね。で、まさに日本のね若い人たちが大東亜戦争の時に、特攻隊で、突撃、たくさんの方が英霊となって突撃をしていったという特攻隊兵の人たちがいましたけども、もうまさに死を覚悟、腹をくくって彼は今の安全地帯であるこの日本に居続けてもいいわけですけど、それでも12月の10日に香港の方にあえて向かっていくということを桜ライブの中で表明されました。やはりそのものすごいこう国を思う精神って正直悪いですけど、今の日本人にありますかってすごく思いましたね。で、本当まだ生きていていた、生きていてほしいとすごく思うんですよ。若いっていうだけじゃないですけれども、でもやっぱりまだまだこれからたくさんいろんなことを経験して人生を本当に謳歌してほしいって本当にやっぱり見てても思うんですけど、でも香港という自分たちの国を本当に自由な国家にやはりしたい、中国の共産党の意のままになる、そういう香港でいたくないということを貫きたいという彼の言葉というのは本当に胸をね打たれた一言でしたね。はい、今日はねどうしてもそのことを冒頭で、お伝えしたかったというのがあります。はい、そしてですね、少し前に皆さんにご案内しておりました12月15日荻窪駅、杉並区ですね、荻窪駅の北口になりますが、北朝鮮に拉致をされた日本人を救出するための署名活動ですけれども、ようやくですね、荻窪の駅で署名活動ができる
ような体制に、整いましたので、再度皆様に署名に来ていただける方、あるいは署名活動にね参加していただける方をですね、皆さんに、ご案内したいなと思って、今日もう一度アナウンスさせていただけたらと思っております。12月15日のですね、13時から15時を予定しております。その日のですね、天候によってはですね、直前ぐらいでもしかしたら何らかのアナウンスをまた再度しなければならないかなとは思っていますが、小雨欠航というふうにしております。で、一人でも多くのね方に署名していただきたいなと思ってます。署名をねしようと思って、まあ警察とかにね届け出を出すんですけれども、署名活動って杉並でやったの見たことないなってね、警察官に言われたんですけど、当たり前じゃいって話ですね。はい。ここ数年もね、23区で、拉致被害者の方のね、署名活動ね、情けないかな、やってないんですね。全然やってないわけじゃないですけれども、やってる団体ももちろんあるんですけれども、ほとんどやってないに等しいです。なので、杉並区ではじゃなくってね、やってないような状況なので、まあちょっとなんか勝手がわからないみたいなことを警察では言われたんですけど、いや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 、まあ大丈夫ですっていうことで、12月15日にですね、13時から15時を予定して署名活動を行っておりますので、一人でも多くの皆様に署名にね賛同していただけたらなと思っております。では皆様またお会いしましょう。